全アフリカ議会はアフリカ連合の立法府である。反アフリカ議会とも呼ばれる。議会は総会、幹部会、事務局のほか、10の常設委員会で構成される。総会は全員アフリカ議会における意思決定機関である。加盟国の代表者で構成される。235人の代表があり、アフリカ連合に加盟する54国のうち47国の議会から代表者が選出される。 加盟国の議会は議員5名を代表団として選出し、少なくとも1人は女性でなければならない。代表団の構成は、加盟国議会の政治的多様性を反映すべきである、と規定されている。幹部会は、アフリカの北、中央、東、西、南の各地域から選出された議長と4人の副議長で構成される。事務局は、会議の開催、選挙の整理、 職員管理などの任務を遂行し、事務総長、副事務総長及び事務局職員で構成される。現在の事務局体制は、ありがとうございます。